天気号は大村市松原方面へ向かいます。ちいさん、何でしょう、松原宿って知ってます？あ、唐突ですね。なんかこうアイドリングみたいなのないんですか？コメントのさ、なんか確かに確かに、いや、ね、今日もいい天気ですねとか、ドライブ日和ですねとかないんですか？不慣れなもんですね。いや、今日いい天気ですね。そうそうそう、あ、吸収が早いね。ありがとうございます。いいですよ、いいです。羽地、ちいさん見て、海、 Thank you 長崎。あ、それなんかちょっとカレント被っちゃってるな。そうか、そうか。グッドモーニー長崎と被っちゃってるな、カレント、うん、大村湾最高、大村湾最高。あ、松原しく見えてきました、あ、看板ほら、はい、長崎街道松原しく、松原しく見えてきました。左ですね、江戸時代に作られたおよそ230キロの長崎街道。大村市には大村宿と松原宿の2つの宿場がありました。そこで1960年代まで営業していた旧松屋旅館を守るお二人にお話を聞くことに。こういう古い建物ですから、いつまでもね、残していただいて、そして今からよりどころにね、皆さん集まってのよりどころ、よりどころできればなと思ってますね。Thank you 長崎。そんな松原宿のオンリーワンはこちら、松原包丁。県外にも愛用者が多い大村市の特産品です。500年前に刀鍛冶が鎌を作ってあげたというのが始まりとされているんですが、それから多い時で17軒あったそうです、ここの、あの通り、私帰ってきた30年前は、9軒あったんです、それが、はい、今ちょっと3軒になってしまったんですけど、なんでしょう、なんか水彩画のようななんかね、掛け軸に掛けるね、掛け軸に掛ける、はい、あの掛けられるようなあのを目指してますけど。え、めっちゃ吸って入る。あ、ほんと？はい。どう？どう？めちゃくちゃ楽に切れますよ。切れ、ほら、断面が綺麗です。潰してないんですよ。はいはいはい、うん。うわ、これこれ。すごい。だいぶね、トマトも今ね、切られたっていうの気づいてない。気づいてない。そう、まだ切れ味が良すぎて。まだ気づいてないのよ。私、こういう皮ごとのフルーツ。いやいや、無理でしょ。これはね、いきますよ。はい。おー、すごい。断面見てください。綺麗。ほら、身が潰れてないんですよね、完全に。気づいてないだから。そうそう、まだこう、分かった、松原包丁のすごさ。いや、ちょっとびっくりしました、本当に。そう、ということで、はい、まあ、お父様と息子さんね、4代目そうですよ、と5代目になるであろうと、父からは、あの、継げってことを言われなかったので、それでもう違う仕事にもう進むんだろうなと。あ、そうか、逆に言われなかったから、あ、違うのをした方がいいんじゃないかっていう思いもあったんですね、自分じゃないんだって。なるほど。先代とはね、もうこれで俺の代で終わるかなっていう話をしてたんですけど。あ、そうなんですか。そうなんですよ。でも、なんでこう継ぎたいっていう考えになったんですか。そうですね、まあ、あの、ちっちゃい頃からもう3兄弟の末っ子なんですけど、あの、仕事を手伝ってたのは、結構僕が結構手伝ってたので、まあ、そこまで、あの、継ぐのに抵抗はなかったですね。けど、どうですか、息子さん的にこんなこともやってみたいとか、なんか考えてることとかもあったりするんじゃないですか。そうですね、まあ、今までそのハンドルの持ち手の部分とかまではちょっと工夫できてなかったので、その辺のちょっと研鑽っていうんですかね、はしていきたいなと思ってますね。こうしたいっていうのは、まあ、あの、言いやすい父なので、その辺はもう受け入れてくれてるので。喧嘩しながら、喧嘩しながら、あ、それはね、けどいいね、必要な喧嘩でしょうしね、世界の人ってものすごく日本の包丁を好んでくれるんですけど、逆に日本の人たちが包丁をちょっと跳ねないがしろにしてるんですね。シャ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 ッと切れたら、
いいでしょ。そうですね。それがやっぱり受け継がれていかないと日本も廃れるのかなって思ってるので、日本自体もやっぱ切れる包丁を使ってもらうっていうのが受け継がれていきたいなと思ってますので、じゃあ松原包丁を通して日本の文化っていうのを残していければ。